しの輪をここまで広げてくれた永明は世界にも誇れる優秀なオスのパンダなんです。さあゆっくりゆっくり主役がケーキの元へと近づいていきます。まずはケーキのそばにありますおやつに気がつきました。ひんやり冷たい氷の上にどっしりと座りまして、おやつを一つ一つ味わっていくようです。また用意されたケーキにも興味津々、何から手をつけていいのか少し迷っているようにも見えます。パンダの年齢におよそ3をかけますと私たち人間の年齢に例えられます。そのため永明は人間で言いましても60代半ば、実はそろそろ高齢に差し掛かろうという頃なのですが、それでは続きまして皆様と一緒に永明お父さんへの歌のプレゼントをいたします。皆様ご一緒にハッピーバースデーの歌を歌いましょう。永明に届くよう元気よく元気よく大きな声でお願いいたします。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとうございました。それでは、大人にしたんだけど。